ロシアによるウクライナ侵攻に関連し、中国共産党政権による台湾侵攻への懸念が広がる中、最近台湾は軍事訓練を実施しました。先日、中共軍が今週にも台湾侵攻に踏み切る予定であったとの内容が記載されたロシアの機密情報とされる文書がインターネット上で公開されたこともあり、台湾は防衛力の強化を急いでいます。 3月16日、台湾は最北端の島で軍事訓練を実施しました。訓練が行われた東陰島は中国福建省の沖合に位置します。この情報は台湾の軍事通信社が公開した映像によるものです。映像では兵士たちが赤い十字架を的として実弾演習を実施しています。東陰島周辺では機関銃や大砲の砲声が響き渡っていました。 台湾当局は、党員島での軍事訓練について詳細を明らかにしませんでした。党員島は1950年代から台湾の防衛範囲の最前線となっています。ロシアがウクライナに侵攻して以降、中共政権が台湾に対して同様の行動を取る可能性があるとして、台湾での緊張が高まっています。10日、ロシアの情報機関、連邦保安局の内部告発者により、 インターネットのサイト上で同機関の機密情報が記載されているとされる報告書が公開されました。報告書によると習近平氏が少なくとも今週には台湾への進行を検討しているとされています。習近平氏の台湾進行の目的として今年秋に控える中国共産党第20回全国代表大会で3期目入りの確実性を高めるためだとしています。 中共政権は台湾を自国の領土の一部であると主張しています。しかし、台湾は独自の憲法を有しており、民主的に選出された総統がいます。台湾の合少省外交部長は、ロシアの機密報告書の審議は定かではなく、現在台湾の情報機関が調査しているとし、台湾への攻撃の有無に関係なく、中国の行動に注視しており、常に防衛の準備をしておく必要があると述べています。 今週、中共当局はアメリカ政府の台湾への武器売却に断固として反対すると表明しました。台湾がアメリカから最新型の軍事通信システムを購入したとの報道を受けたものです。台湾には2300万人の人々が住んでおり、中国の東海岸からわずか150キロのところに位置しています。NTD ジャパンがお伝えしました。